はい、今回はこちらのマシンのご紹介となります。トヨタ86です。しかしこの86、ただの86ではありません。 TRD トヨタレーシングデベロップメントのコンプリートカーとなります。 TRD は知る人ぞ知るトヨタのレーシングカーを製作する、かつて日本に存在したトヨタの子会社です。現在ではトヨタカスタマイジングデベロップメントに統合され、会社としては存在しませんが、ブランドとしては残っています。今回その TRD といういわば日本が世界に誇る技術や集団が開発した14R60 という86をここ筑波山で試乗する機会をいただきましたので、その時の模様をお伝えしたいと思います。そこまでなんか、それではどうぞ。変動は広いですよ、ね、体型して、うん、今のチューニングカーよりこうメーカーチューニングのあれ受けいいからね。あ、レベルが高いチューニングなんだなって感じがよく感じる。ノーマルで2ピースロータ入ってるじゃん。これホイールマグネシウムですか。マグネシウムなの。こすってない、大丈夫。1,2,3,4 です。これデフューザー、これノーマル？ノーマルですよ。こんななんか飛び出てるけど。車検取ります。取る？取ります。これで？これで取ります。まあ、ただ陸運局のみ。突起物だよねこれ。スーパーディーラーじゃあのこの車見てくれないんですよ。だよね。こう MN 的な立ち位置な。いやこれはまあ TRD の、うん、なんかグリフォンコンセプトっていう、あのレーシング車両があったんですけど、それをあのコンセプトカー、はい、コンセプトカー、あのつくばを一分切りした、これ足も純正、足も純正、何にも私いじってないです本当に。一分切れんのこれ。あ、いやこの子はどうなんでしょう、わからないんですけど、その元になった車は一分切ってて、あの軽量化だけで、それをなんかあの市販で発売したって感じです。え、新車でいくらだったの。新車620万だった。そんくらいなんだ、はい、安いね。これ安い、安いですか。みんな高いから全然いい、全然いい。キューさん座っていい。え、あ、どうぞどうぞ。あ、ここ見るとすごいね、こうなってる。それも通常の86より、あの、あ、本当だ、これルフカーボンか。すっげえな、ルフカーボンです。こんなにラウンドしてると思う。これ空力だいぶ考えてるよね。じゃあこのこれが、はい、ちゃんと入って。ぶつかるかと思った。めっちゃ温材がない。本当だね。本当に。あ、めっちゃいい、めっちゃいいですよこのシート。これめっちゃ本気のシートだねこれね。俺にはちょっとタイトすぎるけど。これあの何足入ってるかわからない。あ、ショートすぎて。そう。いいね、これ何もついてないのがいい。おそこはあの3連メーターつける予定です。あ、これ100台中の23なんだ。あ、そうですそうです。100台もあんの。いやでも実際75台しかなくて。あ、そうなの、はい、じゃあこれ100って何。一応100で予定してた、作ってたんですけど、売れたのが75台ってこと。はい、うん、でも75台売れてるんですよ、うん、260km。 本当だ、日本車でなかなかないよね。ないですね。まあ今時のスープラとか、あ、だってあれはもともと BM だから、ね、そうチューンのね、特殊車両、特殊車両すぎるこの車。特装車。あ、本当だ、カーボン貼ってあるんだ。でもこれ後ろにもあれ、あ、これ4点が後ろ転がってるだけか。あ、そうですそうです。後ろのシートベルトじゃないんだね。4点です。いつでも行けるように、いつでも行けるように。いけるように。これ、納車祝いに、赤ワイン、おめでとうございます。ありがとうございます。納車祝い。納車祝いに。エリーゼ納車。ありがとう。口に合うといいです。じゃあ、行きますか。ありがとうございます。俺が助手席？いや、マキカさん、運転していい？運転していいの？マジで演出するんで、マジで。俺は気づきにしなかったですけど、やってくれるのかなと思ったそこで最初。軽いなトランクこれ。うっすらとなって SMC でできてる。よいしょ。あ、きつ。きつこれ。きつ。
違います。バックがこう、こっちですちょっともうちょっとシートを前に出したいな飲まんかな。あ、何何気のせい気のせい。
でってちょっと重いじゃん、はい、その重さをネガティブなところを全部取っ払って、これはいいよ。ノーマルパッドだよねこれ。キーキー言ってるけどノーマルパッドです。確かに半クラないわ。全然ないです本当に。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。素晴らしい。これレーシングカーです。これはね、公道で走っちゃいけない車です。いやいやいや。それちょっと言い過ぎだけど。でもディーラーとか断られるんで、そうかもしれないで。でしょうね。どこも見てくれないですか。いや楽しい。いや楽しい楽しい。4C の楽しさに近い。っていうかマニュアルな分 4C より楽しいかもしれん。よいしょ。降りんのが大変。よいしょ。いい。やりましたね。何を？やりましたね。何も。お友達。え違うあれはアイドリングストップっていうの。いやアイドリングじゃなかったよ。止まって。やりましたね。アイドリングストップ。やったな。そう動じなかった。何気なく、ね。何気なく。バレてたか。止まったのは来たから。かけたのに。いやでもいいね。すごくないですか。いいいい。なんか86ってこれって思っちゃいけない感じしません。いやあの中でも話したけどノーマルの86を全てこう性能アップさせた感じ。車の動き的に。ノーマルの86。これが初86でした。一番知っちゃいけないタイプの86を最初に知るみたいな。あ初だった。初です86は。すぐトラクションコントロール聞いちゃって。聞く。ねすぐ聞く。めっちゃなんかパパパパってつきますよね。うん、帰り道にあのエリーゼが待ってたんで。ああ追っかけて。そしたらちょっと様子がおかしかった、ね。終わった。終わった。せっかくの車が。すぐ来たし。